FH4 型 HF-DF 装置。短波方向探知機は電子線支援システムの一種。主に短波を対象とした無線方向探知機であり、当時後からハフダフと通称される。1914年の第一次世界大戦の勃発までに無線通信は十分普及しており、それとともにその方向探知の試みも着手されていた。イギリス海軍においては、 海軍通信学校が研究に当たっていたが、1918年の終戦までに十分な成果を上げることはできなかった。その後、まずベルニトシシステムが導入され、1920年から1930年にかけて空中戦部を中心に様々な試みがなされたが、1930年、頃より単一回転式、ループアンテナが概ね標準となり、戦艦、 バーラムや軽巡洋艦、コンコードに搭載されるなど限定的ながら艦隊配備された。また1938年には空母アーガスで運用試験が行われた。第二次世界大戦の前後には可変式キャパシタンスの導入などいくつかの技術革新により HF-DF システムは 小型艦や航空機への搭載も可能なレベルまでの小型化に成功し、1941年3月には最初の FH1 型が h q 駆逐艦、ヘスペルスに搭載された。7月には改良型の FH3 型の実艦搭載が開始され、1942年1月にはすでに25隻の戦闘艦、救難艦に搭載されていた。 このようにして開発、配備された HF-DF 装置は大西洋の戦いで非常に重要な役割を果たすことになった。ドイツ海軍の U ボートは軍狼作戦を実施するにあたり、司令部や領艦との連絡のため短波無線通信を頻用していた。したがって HF-DF 装置でその無線信号の発信方位を測定することにより、 U ボートの攻撃方位を推定し、攻撃を回避したり、対戦相当軍を施行できるようになり、護送戦団、護衛指揮官にとって非常に重要な情報源となった。ありがとうございます。